あら、ごめんなさい。せっかく親族の皆さんがいるのに、あなたの席はないみたい。悪いけど、他人ババアは外で待ってろ。支払いの時に呼ぶから。ああ、確かにそうだな。それに親族が10人も集まっているんだ。お前だけが参加しないっていうのは変だろ？のりこが言うように、支払いの時くらい役に立ってくれないとな。長男夫婦が中心となって開催することになった高級寿司屋での食事会。専業主婦をしていることを理由に、長男夫婦から予約のお願いをされていた。親族10人分だということづてを聞いて、そのまま店側に伝える役割だった。いざ当日になって指定された高級寿司屋へ。店内へ入ってみると、私以外の親族がそれぞれの席に座っていた。その時、妙な違和感を感じて席の数を数えてみる。何度数えてみても、なぜか私の席だけがない。私は深くため息をついた。以前から決めていた作戦を実行するため、高級寿司屋を後にした。すると、私がそのまま無言で帰った結果のおかげで、長男夫婦が泣き寝入りしに家に来たのだが。私の名前は佐々木綾子、62歳の専業主婦だ。母と父、私の3人暮らしをしている。年を重ねてしまった両親は、今や老後の生活をしている。趣味で体を動かすのが好きな両親だから、あまり心配はしていない。だが、いざという時にそばにいられないのは、それはそれで嫌だ。私は介護の資格を持っていて、実際に現場で働いた経験もある。いざという時に守れるし、両親の力になれるんじゃないかと思っている。そんな私の心配なんか知らないかのように、両親は相変わらず元気だ。趣味が筋トレの父は、最近はボクシングにはまっている。趣味が散歩の母は、晴れた日に外に出て日光を浴びるようにしている。両親にはいい生活をしてほしいと願っている。私なりに考えた結果、旅館に泊まりに行くことを中心に、食事にも行くようになった。在宅勤務を選択してからというもの、介護がしやすい生活になったと思う。ある日、私と両親がよく行く旅館から電話があった。その旅館のおかみは、長男嫁ののりこだ。今度の日曜日に、私たち親族で高級寿司屋に行ってみない？高級寿司屋ね。私行ったことないわ。一体どこにあるのかしら。あなたの住む地域にあるけど、そんなに大きい店じゃないのよ。予約するときは、あなたの名前で、貸し切り状態でお願いしたいの。のりこが考えていることはわからないが、私の名前で予約してくれという頼みは嫌な気がした。のりこのおしとやかな話し方を聞くだけなら、いい人に見えるだろう。だが、のりこは少々自分勝手な部分がある。自分だけがいい思いをするためなら、手段を選ばないところ。そして、旅館の女将を続けているとはいえ、高圧的に接することが問題視されている。他人を見下し、自分には甘いのが嫌なところだ。だが、食事会くらいはいいだろうと思い、予約することを任せてほしいと伝えた。のりこは電話越しでもわかるくらい嬉しそうだった。旅館の女将をしていると、なかなか休みを取ることも難しいから当然だろう。旅館の営業はどうするのかを聞いてみると、それは従業員がいるから任せるんだとか。そうか、と思いながら両親に伝えることにした。のりこが親族で高級寿司屋に連れて行くって言ってたよ。母さんと父さんも行ってみない？両親の結婚記念日が近づいている。だが、母親の優子と父親の敏夫は顔をしかめていた。私は、綾子が祝ってくれるだけで嬉しいわよ。そうだな。俺も綾子が祝ってくれるだけで十分だ。二人とも同じ意見とは、さすがは夫婦だ。なんて思いながらも、心のどこかでは羨ましいのだ。
私だけが長男夫婦に会わないという選択肢はないだろう。思わずため息をついた。そうだった。私の名前で予約を入れるんだったな。両親の名前はなしで、私を含めた親族10人で高級寿司屋に予約を入れた。電話番号はのり子との電話で聞き出していたから、その番号にかけたのだ。再度のり子に予約を入れ終わったことを連絡を入れる。するとのり子からは感謝の言葉で返事が返ってきた。高級寿司屋に行かないという両親に、鍵の戸締まりはしっかりするように伝える。認知症になったことがない二人なのだが、それでも心配だから伝えた。泥棒とか気をつけるのよ、父さんと母さん。わかっているわ、綾子。私はもちろん負けないけど、いざという時はお父さんが守ってくれるわ。あまり期待するなよ。俺だって年だ。でもまあ、優子が先に行かれるよりも、俺が先に行くのがいいな。父の冗談にふふっと鼻で笑っていたが、母はそれどころじゃないみたいだった。長年付き添ってきた大好きな人が先に行くなんて考えたくないからだろう。少し泣きそうになって微笑んでいる優子に、敏夫はぎょっとして驚いている。演技でもないわ、敏夫さん。わからないだろ。元気で過ごせているのも奇跡のようなものだからな。それもそうね。両親の話を聞きながら、私は服を選んでいた。高級寿司屋に行くということで、少しは高級っぽい服装にしようと思い、白のワンピースにピンクの上着を羽織る。靴はどうしようかと悩んだ結果、久々に黒のヒールを履くことにした。ようやく服が決まったところで、両親は玄関前まで見送りをしてくれた。優子からは、のり子に気をつけるようにと言われる。敏夫からは、長男の和久に文句の一つでも言ってこいと言われた。二人とも心配性だなと思う。こういうところは、私の性格も両親にそっくりだ。食事会だからね。すぐに帰ってくるよ。そうか。気をつけていってらっしゃい。バカ息子によろしくな、綾子。口が悪くても、敏夫は自分の息子がバカをしていないか心配で仕方ないのだろう。私も正直心配で仕方ないのだが、連絡を入れても返事が来ない。のり子に支配されているのではないかと、なんとなく想像できる。両親に手を振って指定された高級寿司屋に向かった。タクシーを使って向かうと、その寿司屋の前には親族が列を作っていた。あの場所が高級寿司屋なんだなと思いながら、タクシー代の支払いを終わらせた。すると、さっきまでいた親族が店の中に入っていくのが見えた。私も慌てて店内へ入ったが、なんだか様子がおかしいことに気がつく。店内の様子を見ると、私以外の親族がそれぞれの席に座っていた。妙な違和感を感じたので、席の数を数えてみたが、なぜか私の席だけがない。あら、ごめんなさい。せっかく親族の皆さんがいるのに、あなたの席はないみたい。悪いけど、他人ババアは外で待ってろ。支払いの時に呼ぶから。ああ、確かにそうだな。それに親族が10人も集まっているんだ。お前だけが参加しないっていうのは変だろ。のり子が言うように、支払いの時くらい役に立ってくれないとな。親族を見渡しながら自分の席を探している私。自分の席がないことに気づいたタイミングで、長男夫婦は嫌味を言ってきた。かわいそうに、と思ってもいないことをつぶやきながら、クスクス笑う二人。そんな長男夫婦に対し、私はとりあえず質問をした。私が代わりに予約を入れても、自分の席がないのなら参加する必要はない。意図的にやっているんだったら、のり子をどうにかしないといけない。ねえ、のり子、私の席がないんだけど。気のせいじゃない？
会計の前にある椅子に座っていたらどうかしら。食べるのは私たちだから、あとは支払いよろしくね。のりこに頼まれて予約したのは私なのに。店長を呼んで予約した内容を見せてもらうように伝えた。すると私の名前で予約していたのを消して、新たに予約した名前がのりこになっている。計画的で嫌だと思うことを平気でするのはやはりのりこしかいない。だがここで反撃したところでのりこが高笑いをして終わり。だったら最初からいなかったみたいにそのまま無言で帰ってやる。決意を固めてから改めて長男夫婦を含めた親族を見つめた。楽しそうに話をしているのを見ていると、のりこのことを疑う人なんかいないのがわかる。私は呆れてしまい、ため息しか出なかった。やはり長男夫婦はどうしても嫌味を言いたいのだろう。せっかく楽しみに高級寿司屋に来たというのに、支払いの時くらい役に立ってくれないと困るって何？有名旅館のおかみをしているんだったら支払えるんじゃないの？私は拳を握りしめて二人をにらみつけた。人の不幸を見てクスクスと笑う長男夫婦は心までも腐ってしまったのだろう。高級寿司屋から出るとそのまま無言で立ち去ることにした。その場をすぐにでも立ち去ろうとしたのだが、店内の様子を聞き耳を立ててみた。やはり店の中から楽しそうに司会をするのりこの声が聞こえてくる。のりこの楽しそうな声に合わせるように親族のみんなも盛り上がっている。バカみたいだな、私ったら。前にものりこから嫌なことをされて二度と関わらないと思っていた。だというのに好き勝手に言われて、すっかり気分が落ち込んでしまった。もう知らないわ。私は自分の人生を歩むんだって決めたんだから。固い決意を胸に高級寿司屋を背にした私はそのまま無言で帰った。だが今も思い出す嫌な思い出。長男夫婦が結婚してからというもの、子供を作れない体を持っていたのりこ。しばらく連絡がなかったから元気に二人暮らしをしていると思っていた。しかし問題があったのは、私が専業主婦をするために家事を手伝っていた時だ。のりこが経営している旅館に泊まりに行くことになったのが大きなきっかけだったと思う。私と両親は一緒に泊まる予定を入れていた。いざ夕食の時間になると、のりこが直接挨拶に来てくれた。美人で綺麗な顔立ちをしているのりこは、他から見てもおかみにふさわしいと思う。着物を着こなし、従業員への気配りもあるという噂もあるくらいだ。常連の客に気に入られなければ、有名な旅館にならないはずだ。そんなことよりも、両親と私に夕食の準備をすると伝えてきたのりこ。その準備時間の中、私と両親は温泉に行くことにした。一般の客が温泉に入りに来るくらい広い浴槽に、体の洗い場も広めに作られている。隣の人とちょうどシャワーが当たらない程度の距離感が心地いい。温泉を楽しみ、両親と一緒に部屋に戻る。すると、テーブルの上に夕食が置かれていた。豪華な料理の数々に驚いていると、名札が書かれていることに気づく。何だろうと思い、私の料理らしき席に座ると、小さな紙が置かれていた。よく見たら伝票のようで、提示されている金額よりも倍の支払額が書かれていた。意味がわからなくて、私は急いでのりこを呼び出した。これってどういうことなの？ちゃんとした営業をしてないってことがバレたら、のりこが困るんじゃないの？別に困らないわよ。和久もあんたのことが嫌いだから、ずるしても問題ないって言ってたし。私たちが営業している旅館に口出しをしないでくれる？自覚なしの最低な営業だ。いつ旅館が潰れてもいいということなのか。そもそも自分が悪いことをしている自覚がないのだろう。常識を知らない人を私と両親の知り合いだとは思いたくないからね。
部屋に戻ってから両親にのり子の真実を伝えた。先ほどの請求書を父に見せると、何やら眉間にシワを寄せて、うーんと考えている。とりあえず旅館を出るしかないだろうと、私と両親の意見が一致する。夕食を食べた後は旅館を出ていく準備をした。もちろん元々の請求額を聞き出してから旅館を後にしたのだ。この時の記憶を根に持っていたら面倒だが、私の行動は正しかったと言えるだろう。のり子の発言だけでなく行動もおかしかったから、当然といえば当然の事実だろう。そんなことを考えていると両親から電話があった。母から早く帰りなさいと言われ、父からも事情は後で話すからとのこと。よくわからないが、とりあえずこの場所から離れた方がいいと思った。そのまま無言で帰った後の結果はなんとなく察することはできるが、のり子がどうしても他人を頼るしかなかったのは父のおかげで判明したのだ。家に帰ると両親は眉間にシワを寄せて何かを見ていた。何を見ているのだろうと覗き込むと、のり子が経営している旅館の資料だった。父は昔警察官を務めていて、何事件も解決へ導いた経験がある。モットーは何か変だなと思ったら即行動。弁護士や探偵も使って事件の真実へ少しでも近づくこと、それが父にとって警察官を務める際重要視していたことだった。その経験が発揮されているらしく、父はいつもより真剣な顔で資料を見ている。この資料は何？いつ作ったの？弁護士からもらったものだよ。ほぼ毎月のように見覚えのない請求書が来るから念のためだ。一応警察の方にも報告しているんだが、とりあえず相手の腹の中を見るしかないと思って。怪しいと思っていたのは両親も感じていたようだ。先ほど話した話で、のり子が経営している旅館に泊まった後、宛先がない請求書が送られてきていたのだという。その見知らぬ請求書が送られていたことに気づいたのが私の父だった。後々証拠になるだろうと大事に戸棚に保管していた。という父の話に対して、母も何やら違和感を感じていたらしい。ここまで聞いて私も興味が湧いたので資料に目を通すことにした。だが資料にはあまりにも驚愕する内容が書かれていたので、開いた口が塞がらなかった。あの旅館のことも調べていたみたいで、従業員からの発言も書かれている。例えば、女将の様子がおかしかったとか、見合った給料を支払ってもらえないとか、挙動不審な行動、言動も多く見受けられたとして、直接本人にも聞いてみたらしい。やはりここでも、のり子はしらを切っていた。私は何もしていないとその一点張りだったので、調べる場所を変えることにした。弁護士が次に調べたところは、のり子がよく行っている飲み屋だった。和久と結婚してからは異常に増えているらしい。その光景を見ている従業員は、のり子の周りを気にする姿も見ていたとか。用があって話しかけるとひどく驚いた様子で目を見開いていた。何をしているのかと聞くが、のり子は、あんたには関係ないでしょと言っていた。変だなと思った従業員たちは次々と仕事を辞めていく。危機感が出てきたのり子はちゃんと支払うことを約束とした上で再度求人を出していたんだとか。有名な旅館だからという理由で人は簡単に集まった。だが前みたいに失敗はできないので、旅館の人たちにバレないようにしようとしたらしい。そうなった時、次の被害者は旦那である和久だ。人の意見に逆らえないタイプの和久は、私の長男でありながら責任感の一つもない。ずっと誰かの後を追っているのが趣味らしい。私はそんな性格になりたくないから、今は一人っ子みたいな感じで過ごしている。少し話が外れたので戻そうと思う。和久がのり子の言いなりになってからは
周りにバレなかったらしい。表情に出やすいのり子とは違って、和久はあまり表情に出ない。一番大きいのは友達の数が少ないことだ。和久が裏方をする形になることで、のり子が疑われることが減った。そして今もお金にだらしない生活を送っているらしい。そんな内容の資料だった。そうか、と納得をした私。敏夫にさっきの状況を話そうとしたとき、誰かが家の中に入ってきた音が聞こえた。玄関先に誰かが入ってきたらしく、扉をどんどんと叩いている。両親と私は何事かと思い、玄関を見に行く。すると、のり子と和久が息を切らして家に来ているようだった。高級寿司屋にいたはずなんじゃなかった？親族のみんなはどうなったんだろう？そんな心配をよそに、のり子は玄関の先にいる私の声に反応した。近所にも聞こえるような大きな声で、のり子は出てきなさいよと言っている。近所迷惑というものを知らないのか？それとも自分勝手すぎるだけなのか？その辺はわからないが、こちらとしてはチャンスだ。先ほどの弁護士からの資料を読み上げて、のり子が認めることができれば、確実に私たちが勝つことが決定されている。ただ一方で危険性もある。もしも壁すらない状態で話したとして、のり子はすぐに認めるだろうか。のり子は自分勝手である上に、計算高い女だ。どう考えても逃げようとしているのは分かりきっている。ならば、選択肢としては一択しかないだろう。お母さん、お父さん、危険だけど、のり子と兄を家の中に入れよう。それで鍵は閉めて、すぐに出られないようにしよう。そうね、わかったわ。協力する。俺たちで鍵の確認をするぞ、優子。まだあいつらを家に入れるんじゃないぞ。父はものすごく怒っている表情を浮かべていたが、今はそれどころじゃないことはわかっているようだった。そりゃそうだ。和久とは家族と絶縁状態になっていたのに、今さら顔を出すんだから。しかも、まともな人間性だったらいいが、平気で浮気をしたり、人を大切にする心がない。来てほしくないという両親の気持ちはよくわかる。私と両親は家の中を歩き回り、鍵の施錠を確認していく。どこの窓も扉も閉まっていたようで、私は安心して扉を開けることができた。二人とも走ってきて疲れているのか、玄関を開けると、水をくれと頼んできた。こんな奴らに水なんか、と思ったが、話すためには必要なので、水を汲んできて彼らに渡した。すると、水を一気に飲み干して満足そうにしている長男夫婦。だが両親と私は、長男夫婦が何かを企んでいないか気を張っていた。すると、のり子が形相を変えて、私に対する怒りをあらわにした。高級寿司屋で支払う約束を守っていないということだろう。私がした行動に後悔なんかない。むしろ玄関先で吠えている長男夫婦が滑稽である。のり子がふざけんじゃないわよという言葉で、私に突っかかってきた。支払いの時に呼ぶって言ったのにいなかったよね。支払うなんて一言も言っていないわ。じゃあどうして帰ったのよ。その場に合わない人だと思ったからよ。ご飯を食べない人が店の外にいても意味ないじゃない。ああそうかと納得してしまうのり子。その表情を見て、さらにチャンスが来たと察した私は言葉を続けた。今回の高級寿司屋で、あなたが支払えない理由が分かったわ。何よ。借金があるんでしょ。のり子は驚きのあまり言葉が出てこなかったらしく、ショックを受けている様子だった。なぜそれを？と言わんばかりに目が泳いでいるのり子。その様子を見ていた和久は顔を背けている。妻であるのり子を支えようとはしていない。ただひたすら、自分の身だけを案じているようにも見えた。兄さんだって、
前の女と付き合っていた時だって浮気していたでしょ。今もしているはずなのに、自分だけ逃げられるなんて思わないでね。私の話を聞いたのりこは、怒りで顔が火のようにほてっている。拳を握りしめているのりこは、言いたいことがあるようで、和久を睨んでいる。だが、和久自身にも火があることが気がかりなのか、何も言わない。その様子が面白く、私は馬鹿にしたように鼻で笑った。ねえ、のりこ、高級寿司屋に行った時、私に支払えって言ったけど、本来なら食べた本人が支払うべきなんじゃないの？その程度で経営者をしてるなんてありえないよ。うるさい！私よりも楽をして生きているあなたに言われたくない！楽なんてしてないよ。両親を支えたいからそばにいるだけ。それよりも、のりこさんの言い方とか行動の方が問題なんじゃないの？そもそも親族と言いながら、私のことを省いたのが悪い。支払いをしろというのも裏がある。きっと借金が手に負えない状態になったから、代わりに払ってほしいってことだろう。その事実を確かめなければならない。それで、借金自体は実際にあるの？嘘は聞かないわよ。ある。でも、これは結婚とか出産費用で。結婚したかもしれないけど、籍だけ入れて結婚式はしていないよね。それに子供は一人もいない。どうやって出産費用が出るっていうの？あまりにも見苦しい言い訳だ。そんな中でも、和久は何も言わずに黙っている。かばいなさいよ、と、のりこに怒られるが、和久は私に土下座をして、許してくれ、と頼み込んでしまう。俺はずっと見逃してた。愛する妻のために。だけどもう限界だ。他の女と結婚したい。え？またなの？なんで私だけを愛してくれないのよ。浮気を見逃したのは私も一緒なのに。お互い様だと思うけどね、私は。呆れて言葉も出てこない。なぜそんなに執着しようとするのか理解ができない。お互いに土地を取ってるのなら、それなりに仲良くしていればいいのに。和久は顔だけはいいので、女を見つけようと思えば見つけることができるだろう。だが、今までの行いを話したら、全員から見放されるのは目に見えている。だったら、お互いのために離婚してしまえばいい。この話をのりこと和久に伝えると、確かに、とつぶやき、お互いが納得した。そして私は、のりこが両親にしてきた多額の請求書をしてきたことを訴えると伝えた。この出来事は認めてはいけないと思う。決意した私の顔を見て、のりこは崩れ落ちた。そして、和久は私と一緒に、両親の介護の手伝いをしてもらうことにしたのだ。弁護士に事の経緯を伝え、長男夫婦はそのまま離婚となった。経営していた旅館の女将だったのりこ。弁護士の調べによって、旅館の利益を無断で使っていたことも発覚した。従業員からの給料面での不満。見下す発言を何度も浴びせられた従業員。ひどい言葉を言われて心を病み、辞めざるを得ない状態になってしまった元従業員。そんな人たちから協力もあり、社長を直々に、のりこへ辞職を言い渡されたらしい。その後、旅館に対して謝罪だけでなく、慰謝料を支払うことになった。今までの行いも許せないと、社長は言っているらしい。そんなことがあっても、旅館で過ごすのが好きな両親。のりこが経営している旅館に泊まりに行くことに、両親は躊躇していた。だが、のりこがおかみとして出迎えることがないと知ると、両親は前向きに検討していた。私と和久だけでなく、大好きな両親と一緒に、のりこが働いていた旅館へ行くことになった。もちろん、女遊びがひどかった和久のおごりだ。お金について一切手をつけない私を見て、諦めた様子の和久。私はニコニコ笑いながら、ありがとう兄さん、と言った。うふふ、嬉しいよ。特に兄さんらしいところが見れて。お前には負けるよ、綾子。
ニヤニヤしながら私は得意げに笑う。正直、ざまあ見やがれと思った。私と両親が唯一の家族である和久を手放していたら、今度こそ何をするかわからない。のりこと復縁したとしても、どうせ言いなりになって終わり。愛してるなんていう言葉を使って、関係性を続けていくのは違うと思うから。独身の私が言えることではないけど、少なくとも家族なら支え合うべきだ。60代になっても独身だった私は、旅館の社長から食事のお誘いがあった。のりこの問題があってからは相談に乗ってもらっていたのもある。旅館の社長から直接感謝を告げられ、私は少し恥ずかしくなった。私は彼女の行いが許せなかっただけですよ。それでも素晴らしい行動をしてくれた。うちの旅館が経営を保てているのはあなたのおかげだ。本当にありがとう。いえいえ、とんでもないです。父と母のおかげでもあるので、後で伝えておきますね。そう言うと、私は優しく微笑んだ。食事が終わり、いざ帰ろうとした時、社長に手を引かれた。彼の年齢は50代後半。私がびっくりして振り返ると、彼は深く頭を下げてこう言った。俺と付き合ってくれませんか？感謝の言葉とともに彼からの告白。私は嬉しくて頭を下げる彼に対しこう言った。お互いに年も年だし、結婚しませんか？私がそう言うと彼は嬉しそうに笑った。両親と和久に伝えると結婚に賛成してくれた。これからも両親の介護は続く。その分、旅館の社長である彼と一緒に暮らす幸せをかみしめようと思う。